はい、どうも、こんにちは。裏切りマンキーコングの藤です。ただ投げちゃうよ。はい、というわけで本日はですね、久しぶりにネカリを、久しぶりなのダメですけどね。いや、普段はね、ネカリばっか使ってるんで、まあ、たまにはね、動画にしようかなということで、相手は2098のザンギエフ。まあ、ザンギエフは結構ですね、今回はシビアなキャラクターですが、なかなかね、やっぱ攻めが強いのは変わらないので、どうにか。寄せ付けないように、こうやって、あはははは。危ない。よいしょ。寄せ付けないようにしようね、こうやって。はい、飛ぶ。はい、はい、出しちゃう。あ、俺。で、そう、相手の飛びはできるだけ落としたいんだけど、よいしょ、これはね、アンパイを取りたいんだが、あ、だ、これのね、対象、これの対象を教えます、皆さんに。はい。全然間違いない。違うんですよ。よいしょ、はい、ドシーン。飛んでこい、飛んでこい、飛んでこい、飛んでこない。うわー、これジャンプしましょう、ジャンプしましょう、すぐジャンプしましょう。これすぐジャンプしましょう。で、逃げましょう。そして、たまーに飛びましょう。はい。はい。びっくりした。たまーにこう、こうやって下がって、もう攻めないよって感じ出しといて、いきなり飛ぶとびっくりするんで、やりましょうね。はい。で、キック。グッと。うわー。こう、飛びをね、飛びを強パンチで、あれしようとする人がいるんですよ。受けて、取ろうとする人がいるんですが、そういう人には、うわー、やばい、これ、危ない、ちょ、何だよ。これね、やっぱね、コパンがすごくね、ザンギ強いんで、あふふ、ダッシャー、あれ、届かないの、あれ、死ぬんじゃないか、危ねえ。おい、はい、出しとこう。とりあえずね、とりあえず一発出しとこう。一発出しとこう。飛んで、ね、起き上がりには、基本的にダッシュ中足。中足出してないよ。おい、ドバン、ドバン、あれ、あー、怖えー。はい、それ、かくらんじゃなかったね、今ね。とりあえず一発これ打って、溜めます。で、溜めたら、もう見えるので、相手の飛びは、完璧に。で、見えるので、見てから、ドーン。で、近寄って、中断と。うおりゃ、危ねえ。びっくりしたわ。近寄って中断がまさか、通用しないとは。まあでもね、2000、やっぱ2900、まあ僕、3000からちょっと落ちて2900ですけど、今。まあ、2000の相手にはね、負けないように、頑張れ、お食べられて、ありがとうございます。次です。さあ、次は、誰が来るのかな？なんで？同じ人かぁ。まあ、いいっすか。やりましょう。はい。やりましょうか。まあでも、残儀対策みたいな感じでいいんですか。残儀結構ね、やられて、戦うとね、いきなり戦うとこう、人が少ない分びっくりしちゃったりするんで、よいしょ。これはね、基本的にこう、もう飛び込みは、怖がらずに、よいしょ。あ、違う。危ねえ。で、飛びはね、全部落としましょう。絶対に。で、こういうのは攻撃は、怖がらずに出して、置き攻めはしっかりで飛ぶ。うおぉ裏に回るのかね。よいしょ。あはーん刺さる。やばい、これは痛いよ。結構痛いんですよね。これ。うーりゃあれ飛ぶ。よいしょ。おい。めっちゃぜー入るよ、それ。あれね、空中にはね、あんまり判定ないので、結構ね、目の前ジャンプは強いんじゃないかな。ただね、ザンギ垂直 EX ボルシチとかやられたら、ボルシチだっけ、やられたら結構強いですね。出してるよ。とりあえずね。二発目ぐらい当たってなかった。繋がってないけども、ちゃんとコンボしますよ、と。で、歩いて、キック。キック。ジャンプ、キック。これね、垂直の時は、強キックをすると結構ね、ネカリは強いですよ。横に強いんで。よいしょ。ほい。ほい。飛べ。飛べ。飛んでね、落とす。で、これ蹴れないから、蹴れない。で、下がるよ。下がって、たまにびっくりね。よっしゃ。これやっちゃいけませんけどね。これ、攪拌でウルコン入ってたんで、今。クリティカルアース入ってたんで。これ絶対やっちゃダメですけど、やっぱ、ザンギとかは、相手下がるだろうなって思って、下がらせてこうやって歩くんですよ。ああいう時にビックリ、っていきなりビックリすると、入ったり、入りすぎるのに、誰か。さあ、3戦目は、誰かな。ああ、よかった。違う人だった。同じ人だどうしようって。お !2000 のベガですね。やっぱ2000ぐらいの人は多いですね。結構やっぱ上がるのが難しくなる、6000とかで当たりやすくなるんで。なんで、すごくね、なんか、はちゃめちゃなバトルがたまに起こるんで、やっぱ上がりづらくなりますね。さあ、そしてベガは僕のとても苦手なキャラクター。でも、垂直してるんじゃないかと思うね。最近は垂直してりゃ勝てるんじゃないかっていう。こういうとこで、ピョンって、こうやってピョンって。あ、くそ。おりゃ危ねえ。これね、ダッシュからの攻撃を一切ガードしてはいけません。
あれはね、マジでね、あのこの人たちはそれをガードさせるためだけに動いてるので、これはめっちゃ痛い。おいおいおい、あのね、だやばい、でだダッシュを止めるために小足を巻く。ほいほいほい、ドーン、もう一回ドーンで飛ぶ。よっしゃ、下がるよ、で飛ぶ。あー、くそ、飛んじゃう。オッケー、はい、コンコン、ほい、飛んでくれ、止まないね。よいしょ、うわー、なんかやったの今俺、なんかやったの今な、投げようとしてなんか分かる。おー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 、インフェルノの後に、あー、裏回りからの投げ、そしてそれを空中でボンバンバン、あー、やばい、ほい、刺さんなきゃね。あー、やばい、危ねえ、うー、怖い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 、めっちゃ怖い。よっしゃー、入るんじゃないの。よっしゃー、ダッシュ向いてからトリガークリック、あっ、よーしょっけ。結構ね、ダッシュはまあ全体動作が長い上に絶対何かしらするんで、あのベガダッシュした後、ああいうね行動も悪くないんじゃないかと思います。思います。よし、どうも、あれ当たんねえのか、すげえ硬直短ない。やばいやばい、ベイベー、あ、くそ、やってない、これ絶対やってない、やってないよ、二度とやんないよ。はい、ドン、たまにこう空陣とかやってベンベン、空陣でびっくりさせるってね、ありかもしれない。ドン、はい、で投げちゃう。あはは、危ない、よいしょ、ね、で、もういちょ、で、どうかじゃん、大丈夫、はいはい、今の繋がるはずだよ。なんで繋がってなかったの今俺。あー、やばいね、飛ばないでください。あぶねー、さすがに今のはないよ。ほい、もう一丁、ドン。これかなり隙少ないんですね、ベガの動作って。うわー、その代わり発生があんま早くないから、そこをね、させればいいんだけど、めくれないから投げれない。はい、おー、危ねーよ。あー、気をつけてな、気をつけてな。じゃあ、はい、もう一丁ドン。で、飛ぶ、あー、で、投げる。で、もう一丁飛ぶ、投げる、投げれない。飛ぶ、もう一回蹴る。そして、もう一回飛ぶ、そして、蹴られる。そして、上に飛んで、飛んでないの、危ない、危ない、危ない。やばい、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 ドン。よいしょ、うぃ、勝手、おほほ、チューが出てたねー。よいしょ、うん、うん、うん、うほ、危ねー。飛んでくれ、飛んでくれ、攻めて、攻めて飛んでくれ、攻めて飛んでくれ、あ、飛ばないなら、あ、あ、危ない、危ない。で、これで、わかった、わかった、通過。そう、いや、あそこなぜ宙を出してたんだろう。ダメだな、俺。でもね、話入力しちゃうんですよね、ついつい。で、横に蹴る、蹴れない、もう一回蹴る。で、しゃがむ、しゃがむ。で、ガードは絶対しちゃう。ガードできるだけしない。よいしょ。おい、おい、当たる、当たんないか。これね、あの結構相打ち狙いでね、いいらしいですね。ちょっとあの強度の高い決起を出すこと。おれフリーズで、もう一丁ドーン、ダメか。で、壊しがね、持続も長くて判定も強いんだけどね、距離が短いからやっぱりね、刺しに行くのは怖いですね。おいおいおいしょ、 OK、 これ繋がってないけど、おいおい、で投げる、投げれない、投げれないよ、投げれないよ、おいおい、で投げる、投げないね。もう一丁飛ぶ、飛べない、危ない、まずい、まずいよ、まずいよ、ほい、ほい、ほい、ちょっと、危ない、俺もお前ダッシュしちゃう、うっ、うっ、ほい、あ、これ今のカカン、今のカカン、これカカンだって、君、うわー、やばい、危ねえ、おー、それめくり、まずいね、死んだんじゃない、危ねえ、これは結構まずいっすよ、ちょっとね、落ち着け、落ち着くんだ、落ち着いて、と、うん、とん、で、飛ぶ、で、飛んで、飛んで、うわ、入ったんかい、今の、ほい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 、飛ばない、で、裏回って、どん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 、負けた、はい、危ない、やばい、うぅ、おぉ、うぅ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 、言い訳をしてください、言い訳をさせてください、言い訳をさせてください。僕はですね、クリティカルアーツは出してません。また次回の動画でお会いしましょう。